メッツさん山本由伸にとんでもない史上最高額を提示。山本由伸にメッツが投資史上最高額オファーか、日本円で500億円超。米報道。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指している山本由伸投手25の争奪戦が佳境に入ってきた。メッツが投資史上最高額の3億6000万ドルから3億9000万ドルの超大型オファーを出した模様と伝えた。ヤンキースとドジャースの争いの展開の様相と伝えられているが、メッツが一気に巻き返しなるのか注目される。3球団でオークションやっとるやん。通用するかすらわからんのに。他球団に取られてもそうでもされたら大失態になるからな。くさ、これはチキンレースですよ。さすがにドジャースでは勝てんな。しかしメッツになったら地下が山本由伸の契約にすねそう。由伸は団地だけど、投手に関してはそれなり以上の選手は NPB に残る意味が薄くなるね。野球が輸出産業になっとる。ペイできてるんか、こんな金度が。確かな実績はあってもガチャはガチャだよ。ハンドル上がりまくりやな。安定感では NPB 史上トップだけど、キャリアハイの数字でダルマーニを取ってるのがどう出るか。これも金額的にはメッツかヤンキースの二択になるな。気候やチーム状況を重視すればドジャースか。コスパで見れば大谷より山本のが FA 市場で大人気だからな。25歳だから10年契約でも不良債権にならないし。野球人気がどうとかいう割に昨今の年俸高騰は過去最高水準だよな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。